一応翼の像の人がね、なんか僕の裏に誰かいて金出してんじゃないかみたいなことを質問状で聞いてましたけど、何回も言いますけど、ないですから、お金もらってませんから、外から。はい、それ嘘だったら僕切腹しますって言ってます。はい、したくないから嘘はつきません。よくね、選挙で負けたら切腹するって言ってたぞって言ってますけど、負けても切腹しません。違います。バッグに何もないよっていうことがもし嘘だったら、ね、それは命をかけてでも証明しますっていうことです。賛成と、お金の話もしておきましょう。不安がってる方もいるんで、賛成といえばね、3億7千万ぐらい集めました。ただ日々支払いもしてるので現金は3億もないけど、トータルで3億7千万集めました。もともとはこれで十分だったんです。なぜなら30人ぐらいで選挙を戦う予定だったから。それがありがたいことに全国にすごい勢いで支部ができて、50人も候補者が集まってしまったから、集まってくれたからしまったとか言っちゃダメですよ、ごめんなさい、失礼でした。集まってくれたからお金は足りないんですよ。だから今何をやってるかっていうと、8月21日にもうすでに政治資金パーティーを予定して、そこに来てもらう方にチケットを頑張って売ってるんです。そうやってね、コツ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 一人ずつから、それはね、金額高いですよ、政治資金パーティーだから2万円とかするんで高いって声もありますけど、でも参政党のパーティーはどっかの政党じゃみたいに、なんかちょっと話聞いてあと飲み食いして終わりじゃなくて、飲食一切なしで7時間勉強してもらいます。勉強会です。2万円払って聞く勉強会です。それをきちんとやって、皆さんにちゃんとタイからまず情報を持って帰っていただいて、こういったことを工夫しながら一生懸命自分たちでお金集めてるんですよ。集めてるんです。だからそんなことやってるのにバックなんかいるわけないじゃないですか。